片岡直春、片岡直春から1934年5月21日は、明治、大正、昭和初期の実業家、政治家、土佐国高岡軍藩、山郷久志の村出身。片岡直樹の弟で、片岡康は娘婿。小学校教員、軍書記、滋賀県警部長を経て1880年に上京、伊藤博文に知られその縁で、内務省に入省。 1889年に官僚を辞し広サ助三郎に日本生命保険会社の実務を任せられ、創立時に副社長に就任。日本生命初代社長、河野池前衛門に続き、1903年より1919 19年までの17年に、わたって二代目社長を務めた。1915年、とホテルの社長に就任。共同銀行、 関西鉄道などでも活躍した。政界にも、地方気築き、1893年に、衆議院議員に選出。以降当選8回を数える。この間に、桂太郎の新党構想に関与して、所属の立憲国民党の分裂を引き起こして桂新党に参加、後に、後ろ身の県政改総務を務める。第二次、加藤公明内閣にて、 商工大臣として初入閣。第一次、若月内閣で、大倉大臣を務める。昭和2年3月14日の衆議院、予算委員会で、大倉大臣として、東京渡辺銀行がとうとう破綻をいたしましたと、実際には破綻していなかったにもかかわらず出現する。これを機に取り付け騒ぎが発生。これが、昭和金融強行の引き金となり、若月内閣は、 総辞職に追い込まれる。その後、昭和5年に貴族院直選議員に直任している。ありがとうございます。